松戸しおり NHK をぶっ壊す。ということで、本日は松戸市の松戸駅前に来ております。私は NHK 党党首立花隆でございます。そして私は4年前に松戸市議会議員選挙で当選させていただきました。そして今年の参議院選挙で立候補したことにより児童失職をし、現在は前松戸市議会議員として活動しております NHK 党の中村典子です。私が大阪から松戸市に引っ越してきた大きな一番の理由というのが、全国的に見て松戸市が非常に NHK の被害が大きいということで私は引っ越してきたんですけれども、実際結構今も相談の電話が減ってきているんですけれども、そういったところは当初はどのように考えていますでしょうか。この松戸市で選挙をさせていただいたのは実は8年前で、その時にはすごく被害の相談もありまして、それで中村さんにですね、松戸市の被害なんとか救済してもらえないかというようなところで4年前にここにやってきてもらったと。その後ですね、もちろん中村さんの活動だけじゃなくて、多くの方が NHK 党の支援をいただいた、選挙で投票いただいたというようなこともあってですね、 NHK がどん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 、我々の活動が原因でどんどん縮小していっていることは間違いないと。それを一番表すのがですね、もう2年前に NHK は国会でもう集金業務をやめる、個別訪問をやめるということをもう発表しております。で、いつやめるのかというと、ちょっと縮小して3年計画で来年の9月末をもって NHK は個別訪問をもうやめるとこう言っているんですね。で、もうすでに今の NHK の前田会長は、NHK の集金人が悪質であるということを認めておりましてですね、集金の件数も減っていますけども、今そういった悪質な扉をガンガン叩き続けたり、チャイムを鳴らし続けたり、家の前で待ち伏せをしたりとかですね、そういう悪質な集金人はもういなくなっているというような状況になっております。つまり NHK 党を応援していただける国民の皆さんのお力によってですね、NHK の悪事がどんどん減っていってる、撲滅に向かっていってるっていう状況です。松戸市民の方からのご相談の中で、裁判をされたらどうしようってすごい怖がられる方がすごくいらっしゃるんですけれども、その辺はどうでしょうか。まず NHK からの裁判っていうのは、そんなに大した件数じゃなくて、年間に700件ぐらい、1日にして2件ぐらいなんですよね。で、なぜ裁判してるかっていうと、これは脅してるだけなので、裁判が怖いから自らお金を払う人を増やしていこうというのが NHK 側の、魂胆というか狙いであってね。で、裁判といっても刑事裁判ではありませんので、これお金を払ってしまえばすぐに終わります。今現在もですね、昨日も一昨日も電話1件ずつありましたけども、NHK から裁判をされるっていうのは、裁判所から書類が届きます。支払い督促状というのが届きます。で、ここに書いてある金額をそのまま NHK の口座に振り込めば、それで裁判が終わります。つまり、その NHK から裁判をされたとしても、我々 NHK 党が、国民の皆さんからいただいている政党助成金を使ってですね、年間700人ほどしか裁判されませんので、裁判された人はちょっと不幸な人なので、全額 NHK 党が負担をして、直ちにお金を払うことによって裁判を終わらせておりますので、 NHK からの裁判は怖がることは何一つありません。これは交通違反のように刑罰があるような裁判であれば、ちょっと仕事上の問題とか影響出るかもしれませんが、NHK の裁判というのはあくまでも民事ですから、お金を払ってしまえば終わりで、皆さんの資格とか、お子様が学校行くときに何かトラブルがあるとか、クレジットカードにブラックになるとかね、住宅ローンが借りれないとか、そういった全てのマイナスっていうのは発生しない、もう裁判所から書類が来たら直ちに NHK 等にご連絡いただければ即解決というようになっておりますので、安心して NHK の受信料は不払いしてください。よく最近聞くのが、年金受給者の方からのご相談で、すごいその年金生活の中ですごい少ない中で、その NHK 受信料を払っていくのがすごい厳しいっていうお声をすごくよく聞くんですけれども、そういった弱者に対しての、NHK 党としての考えはどのようなものなんでしょうか。
まあ、そもそも政治っていうのはこれ人間しか持ってないシステムなんですよね。で、人間以外の動物っていうのは弱いものは死んでいけなんですが、我々人類というのは弱者を救済するために政治というものを使ってたくさんお金を稼ぐ人から税金を受け取り、その税金をいわゆる経済的弱者の人に再分配をしてですね、社会を争いのない社会を作っていくっていうのが政治の役割。そんな中でこう年金生活者の方から NHK は受信料を取っていくと、これはもう本当にとんでもないことでね、現役世代から取るならまだ分かるんですが、生活保護の人は無料、学生さんも無料なのに年金受給者はお金を取るっていうようなところは、これは今の政府もちょっと気づいてないのかなと、そういう声をね、国民の声を聞いていないのかなと思ってます。ですから我々 NHK 党としてはですね、年金生活者の方の受信料は全額免除、少なくとも半額にするということを自民党の方に投げかけていくというか、お願いをしていきながら、まあ、我々 NHK 党は年金生活者の方はそういった法令の改正がある前からもう年金をもらっているということを理由に、 NHK をご覧になっていても NHK の受信料を支払わないということをしていただきたいと。で、その万が一 NHK からお金を払えとか裁判になったという場合については、我々 NHK 党の方にご連絡をいただければ、こちらの方で NHK との交渉も無料でするというサービスもしておりますし、裁判になっても先ほど申し上げた通り全額 NHK 党が負担するというサービスを提供しておりますので、ぜひね、我々 NHK 党の活動を知っていただいて皆さんのためになる、特に弱者といわれる年金生活者の方のための政策を実行しておりますので、ぜひ我々 NHK 党の活動にご協力ご支持いただきますようお願い申し上げます。NHK の受信料問題でお困りの方、相談されたい方はですね、私ども NHK 党は NHK 党受信料不払いコールセンター、まあ、コールセンターと略しておりますが、コールセンターを設けております。東京03-3696-0750、この辺出てるかな、東京03-3696-0750へお電話いただければ、私どもの担当者が懇切丁寧に NHK の受信料の不払い方法について優しく丁寧にご説明をさせていただいております。営業時間は朝の9時から夜の9時までになっておりますので、365日、いやごめんなさい、年末年始だけはお休みですけども、土日祝日もやっておりますので、ぜひ NHK 等のコールセンターのにまず一度お電話をいただければ、 NHK の受信料安心して不払いができる方法をご紹介させていただきます。そして、松戸市の市民の皆様は中村のり子が対応いたします。はい、中村のり子の携帯番号、080-9576-1637、いつでもお電話いただければ、対応させていただきます。よろしくお願いいたします。私は4年前の松戸市長選挙に立候補させていただいたときに、三輪乗り自転車の費用の助成を公約として掲げさせていただきました。その公約はすでに実現しており、1人世帯、上限5万円まで助成することになっておりますので、詳しくは中村のり子の携帯電話まで、こちらですね、080-9576-1637までご連絡ください。 NHK 問題のみならず、母親目線、女性目線でも4年間市議として務めてまいりました。その中でもコロナ禍で非常にお出かけの際に荷物が増えたというお声が多くて、たまたま私がアトレ松戸に行った時にこの自動販売機を見かけて、これが市役所でもあったらいいのではないかということで、私は一般質問で取り上げさせていただきました。で、それから本当すぐに市公務の方が実現していただき、ここですね、中央保健福祉センター、こちらで第1号としておむつの自動販売機が設置されました。現在は小金市長21世紀の森と広場にも設置させていただきました。今後も子育てしやすい町、松戸市を目指して頑張ってまいります。最後に、この度の参議院選挙の、公約で掲げていた、請求書が来なくなるサービスですね、今もう実際に実行しておりますけれども、そのサービスについて教えてください。NHK にお金を払わないということによって、生じる不安というか迷惑行為、心配事っていうのは、まず NHK の集金人が来るであったりとか、 NHK からお金を払ってくださいという電話が来るであったりとか、
NHK から請求書が届いて、まあ、お金を払ってくださいというのが2ヶ月に1回届くんですけども、こういった請求書が届いたり電話がかかってきたり人が来たりというのが怖いという方が大勢いらっしゃいます。でこれを解消するために我々 NHK 党は請求書の受け取り代行サービスというのをですね、提携している司法書士事務所とですね提携をしてですね、司法書士事務所の方に請求書が届くようにするサービスを無料で行っております。でこの請求書を無料で転送する、皆さんのご自宅じゃなくて司法書士事務所に送るっていうことによって NHK との交渉窓口が、これが皆さんから司法書士さんの方に移動します。したがってこれを請求書の転送サービスをご利用いただければ NHK の訪問が止まり電話もかかってこなくなります。 NHK とは実質上縁を切れるというサービスですので、この NHK からの請求書を受け取り代行サービス、ぜひ多くの方にご利用いただきたいと思っております。じゃあ党首、はい、松戸市民の方へ一言よろしくお願いします。はい、この松戸市というのは、まあ、NHK の委託業者がですね相当暴れ回った市なんですけども、本当に苦情がもう怖かったという方が大勢いらっしゃいましたが、かなりね、我々の活動によって、NHK の集金の被害は減ってきております。ただまだまだ NHK にお金を払わなければいけないというような、まあ、政令があったりとかですね、多くの、まあ、政治家は NHK の味方をしておりますので、ね、ぜひ松戸市民の皆さんです、ね、松戸市は中村典子が直接やはりフェイスフェイスであるいは電話で市議会議員とつながる方がメリットがありますので、そういった意味では松戸市民の皆さん、中村典子が皆さんの窓口をさせていただきますので、ぜひともですね松戸市の皆さんは松戸市の担当の中村典子前市議会議員、松戸市議会議員へとご連絡をいただければと思います。ということで松戸市より NHK をぶっ壊す。